そういえば9月30日は瀬尾さんの誕生日なんですね。その瀬尾さんの誕生日にヤマハの人がね、誕生日プレゼントとして、T シャツを送りたいと、僕のところに連絡が来まして、でそれもその T シャツのデザインが、ラジオ瀬尾さんの、データっていうのかな、ラジオ瀬尾さんの、まあ、僕がデザインしたT シャツを、まあ、作りたいのでいいかっていうふうに、連絡が来たので、まあ、どうぞって言いました。なので9月30日に瀬尾さんはですね、ラジオ瀬尾さんのT シャツをヤマハの人からもらって、着ているはずです。でそこには僕の名前も入ってますからね。で T シャツだからね、1枚作るっていうことってないと思うんだよね。いや、わからないですけど、もしかしたら複数枚、いやプレゼントだからないかな、まあわかりませんが、ということなので瀬尾さんは、9月30日にラジオ瀬尾さんの T シャツを、ヤマハの人からもらって、誕生日プレゼントにもらっています。実際はね、瀬尾さんはそういうことがあまり好きではないと僕は思っているので、まあ、絶対着ないと思いますが、これは分からないなと思うのはね、そのヤマハの人たちは中島みゆきと瀬尾さんとの、付き合いをうん十年間あらゆる現場で見てきてるわけですよね。でその見てきてる人だから、見てきてる人がラジオ瀬尾さんっていう T シャツを作ってあげてる、まあそれはなんていうのかな、まあ身近な親ほどなんかこう分かってくれないっていうことみたいに、なんでこんなものを俺もらったって嬉しくもなんともないんだけどっていうことかもしんないんだけど、裏を返せば瀬尾さんには、いやでもそれでもそれは照れ隠しで、どこかちょっと一抹嬉しいと思う気持ちがあるっていうことかもしれないね。だからまあそのヤマハの人がね、いや瀬尾さんにとってはラジオ瀬尾さんは本当に大事にしてた番組っていうのかな、大事になされて本当に大事にしてるですからって、まあ、僕なんか社交辞令に聞いてたんで、あそうですかしか言ってないんだけど、わかんないよね。まあそれで再会しましょうって話とかはないですけどね、ないですが、ね、瀬尾さんに兵を聞かせることなく、月日は少しずつまた経ってますが、まあ瀬尾さんの近況報告ということで、はい。それでは今日のお題は、世は作用反作用、まあいろいろと、まあ、SNS が普及したっていうことが大きいんだとは思いますが、まあ、このラジオなんかもね、まあ、聞いてくれる人が、まあ、わずかながらいて、まあ、わずかながらなんて言ってもね、毎日コメントを寄せてくれてるルルさんなんかのことを思うとね、大したことのないラジオなんていうのはむしろ、簡単に言えないよね。その大したことないもの見てるっていう。なのでね、まあ SNS の普及っていうことで、まあいろんなことが変わってきている。まあテレビだけの一方的な情報だけを鵜呑みにしているっていうんではなく、さまざまな情報をいろんな複数の、リソースから、まあソースから、得ることができるわけよね。でまあその YouTube にしても、まあいろんなものも
検閲がかかっていてね、あの言論の自由ではないって、まあ言ってる人もいるよね。で実際はだってそういう風にラジオ、まあそのチャンネルを消されてる人もいたり、大して何も言ってないのね、ワクチンはどうなのかっていうことを言っただけで、消されたりチャンネル外されたりしてる人がいるから、実際インターネット SNS といっても検閲がかかってるので、誰かの都合の悪いような情報はあの消されている。本来は、情報っていうのは、こっちの面とこっちの面、裏と表を得てね、それをまあ精査して、行動に生かすべきだけどね、その裏表っていうものが、等しく、報道されてないっていうか伝えられてないっていうことは当然あると思うんですよ。なのでそういうそのまあ検閲がかかっている、 YouTube といったって検閲がかかっている、 SNS といったって検閲がかかっているっていうことに対して、言論の自由はないのかって言ってる人がいたりね、まあこういう今回のまあマスク、コロナのことにしてもワクチンにしても、まあ実際ホームページや何かを見ればね、エビデンスみたいなものが出ていてもね、なんとなくの空気でそっちに流されていくっていうようなことを、目の当たりにするとね、非常に絶望的な気持ちになるっていうことはあると思うんです。まあ僕なんかも若い頃はね、中学生ぐらいの時はとても自分の母親に失望した時期があったんですね。まあ父親とはそんなに、そもそも父親はあまり口数の多い人ではないし、まあその割にはその間違ったようなことを言うっていう感じでもないので、ですが、まあお母さんっていうのはまあごちゃ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 よかれと思って言ってるわけよね、息子の僕に。だけどまあおよそ見当違い、この見当違いの人にそれは見当違いであるっていうことを言うと、いやそれはへりくつだとか、見当違いなのはそっちでしょっていう見当違いが返ってくるとかね、まあいろんな経験があって、本当に毎日もう苛立ってたね、小学校5年生ぐらいから中学、いや高校ぐらいまでかな、まあ親と離れるまでかな、とにかく説得しようとしてもほとんど持って、見当違いのところから弾が飛んでくるから、まあそれがダメだこりゃって怒りや長介みたいにダメだこりゃってこう突き放せる気にならなかったんだね。なんでこの人は理解できないんだろうって言うとね、いやいやお母さんは本当にあなたのことを理解してるなんて言うから、まあいわゆる今の世間で言う毒親とかっていうものではなかったですよ、あんまりこうそういうタイプじゃない、本当に普通のまあ町の女の子がお母さんになったっていうような感じの人だったからね、ごちゃごちゃなんかこう毒気のあるようなことを言うってことはなかったけどおよそ話が通じないっていう経験はまあ随分したね。最近もね、聞いたある人に聞いた話で、自分のね母親っていうのが全く見当違いだっていう、なんであんなに母親は見当違いなのかっていう話を聞いたんだけど、自分がどこで働いてるかって、地方の子でね、自分が働いてるのはどこかって聞いた時に、まあ、新橋と銀座の、中間での辺りで働いてるっていうようなことをね言ったら、新橋と銀座2つのオフィスで働いてるのっていう話になってると。
いや新橋と銀座の間って言ってんだから、それは新橋と銀座の間の1個じゃない。だけど新橋と銀座で働の間で働いてるのぐらいのところで働いてるって言ったら、へえ新橋と銀座2つも行くの大変ねって。いやいやいや、だから新橋とって言ってももうそう思い込んじゃってる人に、まあそれを訂正してももうなんだからもういいやっていう、まあそんなこと多々ありますよって言ってたけど、まあこの気持ちはよくわかるよ。本当にもうそんな話してないんだけどっていうことってもういっぱいあって、まあ仕事ならねお前もういいや使えねえやって言って終わりにすることできるけど、まあ家族とかだとねもう話になんないってことはいっぱいあるよね。でもまあだから世の中っていうのは一つの情報、まあさっきその A と B の情報をね、裏と表の情報2つあって精査すべきだって、精査した方がいいんだっていうようなことを言ったけど、2つの情報があったとしてもねそれを精査することってできない人ってねいっぱいいると思うんだよね。うん、まあでもだからこそ何か一つのことに関しては集中力を持って何かに長けてるっていうことがあるわけで、情報をきちっと正確に、受け止めることがみんながみんなできるっていうわけではないと思うのね。それで、あ、まあ、なので、正しい情報を、せっせと、発信し続けてる人って、まあ、偉いなと僕なんか思うわけ。このコロナの中でも戦う気持ちでねこういう正しい情報を伝えていくんだって言ってやってる人っていっぱいいるのよ。で僕はそういうのも見るし、テレビのワイドショーみたいなのも見る。でまあ僕は自分の立場はカフェ屋なのでね、でこのラジオだって別に誰に頼まれてやってるわけじゃないから、まあいつ辞めたっていいようなものだし、聞いてる人なんているのかなと思ってやってるところがあるから、そうするとね僕なんかは楽観主義だから、その正しい情報を伝えようっていう気がないわけ。間違った情報に誘導しようとも思わなければ、正しいことを伝えたところでどうせ分かんないだろうと思ってるから。なので正しい情報を伝えてる人っていうのは正しいっていうことを確証すればするほどとても虚しいって思うと思うんだよね。だからまあ若い青年将校がさ、この世を変えたいと思って政治家になって、その政治家になった時にその政治の世界の汚さを知ってね、失望すると。で失望して、こんな汚い社会だったら、こんな汚い政治家の世界だったらもうやっていけないって言ってやめちゃうってことっていっぱいあると思うの。正しい人ってそういうとこあると思う。だけどこういう社会に生き抜くためには、その情報がどうこうよりやっぱり行動だと思うんですよね。だからまあってことは、行動するってことは、まあ、失望しないってことだよね。で失望しないって言っても、いくら言っても伝わらなければそれは失望して当然なわけで、人間は正しいことを伝えたら理解できるっていう考えをまあ捨てることだと僕は思うんですよね。でまあ僕がねこういうことを、そのまあ今こういう例えば自民党の総裁選があるよと言ってもね、まあうちのスタッフの子たちなんか自民党の総裁選の意味がよく分かってないから、最後決選投票でなんて言ったって、決選投票って何ですかって、そもそも総理って誰が選んでんですかっていうね、その直接選挙じゃないよみたいなこと言ったって分かんないっていう
そんなような人っていっぱいいると思うんだよね。このラジオ聞いてる人だってそうだと思う。なんとなくしか分かんない。まあ岸田さんがねヌノピーの顔に似てるっていうところはね、みんなそういう話だけするととても受けるんだけど、まあその程度だっていいと思うわけ。だからそんな目くじら立ててこういうことが正しいって言っても理解なんてねおよそしないしできないししなくていいことだと思うんだよね。じゃあ世の中は、バカばっかりだから間違った方向に進むかっていうと、やっぱりそれはそうではない。僕はこの世っていうのは全て作用反作用でできていて、まあその作用反作用のことが、まあ結局この世はそのあざなえる縄のごとしになるんだと思っているんだけど、結局まあ辛いものを食べたら甘いものを食べる、熱いものを食べたら冷たいものを食べるっていう風に人間はなっているんだよ。だからちょっと痛い目にあったら、その数少ない痛い目にあった経験がもう頭の中の全てになっちゃっているので、例えば1回でもさ結婚詐欺にあった人がいたら、もう男性っていうのはもう結婚したいなんて言ってきたらこれ詐欺に違いないって警戒するのは当たり前だよね。これがしょっちゅう結婚詐欺にあってたらさ、まあ結婚詐欺みたいな 人もいるし、そうじゃない人っていう風に区別がつく、経験を積めばそういうことがわかるけど、1回、数少ない1回の経験がとても大きなことのように思うってことよ。で、まあここ何十年か、1995年以降ずっと日本というのは景気は低迷していて、まあ、実質バブルの崩壊が1989年とすればね、まあ、1990年代から日本はずっと不景気のままで経済成長もないまま、まあ、特にここ数年は安倍政権になってから経済成長もないまま消費税が 10% になって、今日に至ると。でそういうものがずっと、洗脳されていれば、若者が希望がないだとか、若者の少子高齢化が止まらないだとか、日本っていうのはもうこの後どうなってもっていう暗い雰囲気になってるわけだよ。でその暗い雰囲気の中でね、明るいニュースなんていうのはまあ見当たらないと。もうずっと暗いものが続いている。でもね、暗いものが続けば続くほどその、作用と反作用っていうのは大きくてね、まあ僕みたいにっていうか、僕一人の個人で言えばまあ午前中いいことがあれば午後嫌なことがあるみたいな、小さなガス抜きっていうことがあるので、常に小さな地震が起きてるみたいでね、実は大地震が来ないみたいなことがあると思うんだけど、まあ今回のコロナのことにしてもそうだし、まあみんな我慢強いからね、まあ言うこと黙って聞いてたりしますけど、これは必ず作用と反作用で、その反動っていうのは来ます。なので、このあとね、僕はそのコロナの犯人探しを血祭りにするっていうようなことは起きても仕方ないと思うし、まあ、それが起きなかったとしても、いずれどっかでその歪みっていうのは必ず100年の間に起きうることだと思う。だから頭のいい人たちに伝えたいのはね、頭のいい人っていうのはやっぱり正しいことを正しく伝えて理解してもらいたいんだよね。だけどほとんどの人は、まあそこも分かってるんだと思うけど、ほとんどの人は理解できないけれど、この世は必ず作用と反作用っていうことがあればあるので、まあ、逆に言うといいことがずっと続いてても必ず悪いことの方に反動するってこともあるわけだからね。でもその作用と反作用も含めて、人生というかな、世の中は僕は面白いと思うのでね、まあいろんなことに失望している戦っている人たちにね、まあまあお茶でも飲んで、この反作用の機運が来るのを
待ちましょうよっていう風にみんなに声をかけたいなと思ったりします。世の中は腐ってるさ、私もね本当そう思う。だからそんで神様怒って悪人を淘汰したのね。心配は全部ゴムよ、あなたはさなんとかなる。笑ってよあなたの時代よ、過去なんてどうちゅうことない。Thank you.
く暖かくて明るい幕開けの今